ドルの、ゲームコスモス跡地に来ております。横川で買ってきた釜飯をね、ゲームコスモス営業してた時を思い出していただきたいと思います。いただきます。
はい、今日は、埼玉県上尾市のね、オートパーラー上尾に来ております。ここはうどんとそばの自販機と、トーストサンドの自販機があります。で、先ほど、天ぷらうどんとね、コンビーフサンドをいただきました。ちょっとここでね、自販機のちょっと裏技をやってみたいと思います。この汎用機と呼ばれている自販機ですけども、なんと扉が8秒経つと閉まってしまうんですね。で、今は閉まっている状態です。じゃあチップスターを買ってみたいと思います。押すと回転してね、取り出し口に出てきます。はい、これで取り出せるわけですけども、8秒だったら閉まってしまうので、そのまま放置してみたいと思います。お、閉まっちまった。まあどうしようかってことなんですけども、裏技があります。今度違うレジンですね、チップスターを切ってみます。すると両方開きますのでね、両方取り出せますよってことですね。はい、参りました。まあ、もしねこういうことがあったら裏技を使うのもいいですけどね、まあ、素直に店員さん呼びましょうって感じですね。はい、自販機汎用機の裏技でした。ちょっと聞きたいんですけど、はい、前あの食堂あったじゃないですか。でその時ってうどんとかあのトーストってあそこで作ってたんですか。そうですね。で今はなくなって、奥に流しを作ってそこで作ってますよ。あ、新しく作ったんですか。あの保健所の許可が出ないんで、そういう流しとかガスコンロとかのそういった設備がないと、あのそういう何ていうんですか、作ったものを自販機に入れて出すってことができないんで、許可取るんで、そのまた新たに流しを作って。あ、じゃあ自販機の裏の部屋。そうですね。あ、そうなんですか。だから結局同じここで作ってます。あ、一応。そうなんですか。分かりました。ありがとうございます。あの自分あの墨田区で FM ラジオのパーソナリティやってるんですけど、あ、そうですか。あの番組で放送であのちょっと紹介させていただきたいので、すみません、よろしくお願いします。はい。